みんなお花でしょ。みんなお花でしょ。花って書いて。かわいい。もう回ってんの？はい、回ってます。今日はですね、この、京都の八幡に、お花とか植物の、ね、専門の、物流センターができたんです。去年11月。これみんな車お花、花って書いてあるでしょ。はい。お花の中継地点なんですよ。まあ、2024年問題でね、今年からドライバーさんが8時間以上働けなくなったので、関東からこっち九州まで行くのに必ず中継拠点で、積み替えて走るっていうのが、まあ、こういうハブセンターが京都の、八幡にできまして、で今日はそこにですね、はい、初の私たちが今、新しい企画をしている初の沖縄の荷物が到着してます。この、はい、このコンテナにこのトレーラー40フィートのトレーラーが、到着しまして、今日朝大阪南港に、でここから、各都道府県の市場の方に、植物を振り分けて、配送していただくという拠点になるんですね、ここは。うん、ちょっとその中見てみますか。はい。だからいろんなところの生産者の花がここに集まってきて、でここから地方にバーッと広がっていくと。これでございます。この中に約600鉢ぐらいかなが入っています。無事に下ろせるか心配ないので、倒れずに折れずに来てるか、中を見ましょうか。でまあ中が今こういう形で、今はちょっと物は来てませんけど、ここにいろんな植物の、生産者から送られてきたものが届いて、でここから分散されていくと。今まではこの関西にそういうハブがセンターがなかったので、例えば京都ですと、まあ、例えば豊明名古屋の方の市場から転送していただいたりとか、下手したら東京の市場から京都まで送っていただいたりしてたんですけど、それがもうここから届けられるような仕組みを今作っています。今までね、私たちも、まあ、京都も地方なんやけど、本当にいい植物っていうのが届かなかった。なんでかというと、やっぱこういうハブセンターがなかったので、全部やっぱり東京に大きい市場に物が集まっていくんですよね。で集まったところで大概そこでさばかれちゃうの、うん、で私たち京都とかに本当にいい植物が届かないっていうのが今までの状態で、それをなんとか、地方にいい植物を届けたいなっていうので、こういう形ちょっと別便でここまで沖縄の生産者さんに協力してもらって送っていただいたものを、ここから九州でしたら長崎、鹿児島、中国地方やったら山口県、四国やったら愛媛県、高知県、うん、で北陸、石川県っていうところにどん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 、うん、今まで送れなかったところに送れるようになる。もう夢のようなことです。だから本当に地方のお客様にしてみたら、欲しいものは沖縄植物の面白いものが入ってくるよ。楽しみにしていただければと思います。2日前に沖縄の那覇港かな、うん、から出港して、今日の朝に大阪南港に届いた、うん、トレーラーの中に、だいたい植物が500、600鉢ぐらいか積まれてます。でそれを今から11社の市場さんに卸しながら振り分けをしていきます。で、もちろん琴葉の分もあるので、琴葉の分はちょっと、私がお借りしている組山のハウスまではちょっと転送するんですけど、11社分を振り分けをして検品をして、傷みがないかっていうのを検証させていただいて卸していくっていう段取りです。まあ、間違いが なければいいんやけど今日の夜か明日に各市場さんに向けてのトラックに積み込んでいただいて出荷するという流れになります。
900鉢。すごい、すごいですね。また大きなやつは別のところで。よろしく終わりました。汗だくでございます。900鉢、下ろしました。で、これをですね、今から各々市場さんに振り分けて、各都道府県の市場さんで、そこに、まあ、売店さんが取りに行っても無事届きまして、さすが沖縄の生産者さん、ガッチガチに縛ってくれてはるの。下ろすのに何時間？1時間半ぐらいかかりました。無事に種類いい品物入って、見たでしょ。見ました。面白いものが。めったに入らへん金毛猴とか、その毛が生えてる、毛が生えてるやつな。この子たちこれから実が出てくるからね。面白い。あ、それが目なの。これゼンマイ。本当にね、少ないんだよ数が。沖縄にしかないんですか。沖縄のね、一部の生産者しか取れない。すごい。やっぱりハブが出るから命がけなの。株が食べる。取りに行く山に入ったらハブに噛まれるじゃん。命がけなの。なるほどなるほど。まあ、北は北海道、札幌から九州、長崎、大分までか。いいものをちょっと全国にお届けしたいと思います。じゃあまた後ほど、組山のハウスで。やっぱり地方の園芸店さんって本当にね、有料店っていっぱいあるんです。でそういうところがいいものを手に入らないっていうのは、もう本当に僕もいろんな売店回っているとよく聞くんです。でお客さんも見てはったら分かると思うけど、ネットではすごいかっこいい植物いっぱい出てますよね。枝ぶりがヒューってなってるやつ、あんなん来ないの、買えないの。京都でもなんでかっていうと、全部やっぱり大都会でさばききれるから。でそれが地方に一切届いてないし、そんなんあることすら知らない販売店さんいっぱいあります。でそこに僕はちょっと一件ずつお話をして、本当に届けたい、欲しいですよねって、欲しいです、売りたいですよね、売りたい、でお客さんも欲しいですよねって言われる。であればちゃんとそこに届けられる物流システムっていうのを構築しましょうよっていうので、賛同していただいている生産者さんが今11社ほど沖縄でね現れててくれたので、今この動きになってる。でもちろんやっぱりね、そんだけちょっと私たちも手間暇かけるので、できるだけ生産者さんにも利になるようにやっていきたいなと思っているので、まあ、今回初めてなんですけど、売店さんもね、信用してもらって今回協力してもらってるんやけど、本当にいいものが届けられるかっていうのが一番心配なところやね。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ということで、こちらの方で、まあ沖縄から来たやつを一回養生させていただいて、慣らして出荷するという形を取らせていただいてるんですけども、ここからね、ここでまあ今後その今年を植え替えたりする作業をやっていってもらうので、次回またそこら辺の作業もお伝えできればなと思います。はい、ありがとうございました。もう日が暮れちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。一日ありがとうございます。